川上信明は、日本の文部科学議官。文部科学省大臣官房政策評価審議官や、文部科学省科学技術、学術政策局長、科学技術、学術政策研究所長を経て、公立大学法人宮城大学理事長見学長。東京都生まれ、宮城県仙台市出身。1975年宮城県仙台第一、高等学校卒業。 1979年北海道大学工学部応用物理学科卒業。1981年北海道大学大学院工学研究科応用物理学専攻修士、家庭修了、科学技術庁入庁、振興局国際科配属。1983年科学技術庁原子力安全局、保障措置科。1985年 通商産業省資源エネルギー庁、公益事業部原子力発電案、全審査官、審査官。1987年科学技術庁原子力安全局原子、緑安全化放射性廃棄物規制室長補佐。1990年科学技術庁研究開発局、総合研究家地球科学技術推進室長補佐。1991年外務省在オーストラリア、 日本国大使館一等書記官、1994年科学技術庁原子力安全局原子力安全課長補佐。1995年科学技術庁原子力局核燃料加減子力バックエンド推進室長。1996年科学技術庁原子力安全局保障措置課査察管理官。同年科学技術庁長官官房総務課。 1997年科学技術庁長,長官官房総務課行政改革推進室長。1999年科学技術庁科学技術政策局調査課長。2000年科学技術庁科学技術政策局調整課長。2001年文部科学省科学技術学術政策局計画館。2002年文部科学省研究振興局基盤研究課長。 2004年日本原子力研究所東京事務所、現権、気候統合準備室長代理。2005年宇宙、航空研究開発機構経営企画部長。2006年文部科学省研究振興局、振興企画課長。2007年文部科学省障害学習政策局、政策課長。2008年文部科学省大臣官房総務課長。 2009年文部科学省大臣官房審議官。2010年科学技術振興機構理事。2013年文部科学省大臣官房政策評価審議官。2014年文部科学省科学技術学術政策局長。2016年文部科学省科学技術学術政策研究所所長。2017年公立大学法人宮城。 大学理事長見学長。ABCD 理事長学長プロフィール宮城大学文科審議官に土屋式用日本経済新聞2014年1月17日付人事文部科学省日本経済新聞宮城大学地域貢献協会体制整備2018年10月25日22時日本経済新聞プロフィール 山岳館連携ジャーナル2018年12月号。ありがとうございます。